はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ビザのタッチ決済を行うと、5000円が当たる、ライオンエポスのキャンペーンと組み合わせれば、さらに効率的にということで、今回はビザのタッチ決済についてですね、この動画では、ビザのタッチ決済可能なカードを持っている方であれば、誰でも参加できるキャンペーンについてお伝えします。そして、このビザタッチと組み合わせて、さらにお得なキャンペーンについてもお伝えしますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 で、ちょっと本題に入る前に、昨日の動画のおまけな部分でちょっとお伝えしたんですが、今現在ですね、TikTok っていうアプリをですね、新規ダウンロードしたら500ポイント、Amazon ギフト券が500円相当もらえるキャンペーンというのが開催されてます。で、まだインストールされてない方いらっしゃったらですね、こちらの招待コードを概要欄に貼っておきますので、チェックしてください。では、気を取り直して今回の本題なんですけども、サマーキャンペーン、ビザのタッチ決済を使うと5000円が当たる。この夏、ビザタッチがお得ということで、このキャンペーンなんですけども、一応抽選のキャンペーンとなっております。で キャンペーン自体はですね、すでに始まっておりまして、8月31日までの、まあ、約半月ほどのキャンペーンでございます。それではですね、キャンペーンの詳細見ていきましょう。こちらキャンペーンの詳細なんですけども、対象の店舗でビザのタッチ決済でお支払いすると、抽選で、えー、5万名様に5000が当たるキャンペーンでございます。で、キャンペーンの内容としたらですね、タッチ決済対応のカードでお支払いで応募できると、そして税込み1000円以上の利用で一口になると、あと、日本国内発行のビザカードが対象ですということでございます。で、気になる対象 店舗なんですけども今出てるようなお店が対象の店舗でございますまあ、あまりねちょっと僕が住んでる地域で知ってるとこであれば、まあ、マックスバリュぐらいかなという感じですねあとはダイエーとかまあ、知ってるぐらいでほとんど利用することはないんですけどもまあ、他にもねウェルシアであったりとかまあ、そういったところは今回は対象であるということでございますでお店によってはですねこちらにも出てる通り上記記載の店舗であってもビザのタッチ決済がご利用いただけない店舗もありますのでご了承くださいということでございますんでまあ、もしかする ご自身が普段から利用しているお店がビザタッチが使えないという場所もあるかもしれないのでここは気をつけてくださいでさらにです、ね、ウェルシアグループの場合はこういったお店が対象であるということと富士薬品グループのお店もこういったところが対象であるということで、ね、利用する前に事前に押さえておいてくださいでこのキャンペーン次第は特にエントリーは不要でとりあえずビザタッチを行うだけで OK です で、キャンペーンの流れ自体も至ってシンプルで、このマーク、いわゆるそのリップルマークですかね。このマークがあるカードであれば対象であると。で、ビザタッチをして、あとは抽選で当たるチャンスがあると。まあ、小さくね、ここにも出てるんですけども、スマートフォンやウェアラブルデバイスっていうんですかね。を通じたビザタッチ決済も対象ですということで、いわゆるその iPhone、Android であったりとか、僕が持ってる Apple Watch とか、ま、あそういったものでも OK ですよと。ですけども、他の決済手段として ID 決済とかクイックペイは対象外になりますので気をつけてください。 当選したかどうかに関したらここにも出てるようにご当選者には発表に変えて2021年の10月以降に ビザキャッシュバックサマー過去予定の名称で、まあ、明細に載るということになるかなと。まあ、これいわゆるそのカード会社によって、いつぐらいに反映されるかどうかというのはちょっと変わってくるかなと思いますんで、これは随時ね、この期間中に確認していただくのが一番ベストなと思います。で、今回ですね、この内容を見た上で、まあ、対象となるカードということでちょっと気になったんですけども、一応キャンペーンページ内には、国内発行のビザカード会員、 ビジネスデビットカードを除くという記載がありました。一応僕が持ってるカードの中でもこちらですね。ビザの隠蔽クレジットカードであったりとか、三井住友ナンバーレス。まあこういったカードはもちろん対象で。まあ他にもね、僕の場合、ビザプリペイドカードのキャッシュであったりとか、最近ね、出た6グラムのリアルカードのビザのブランドですね。まあこういったものもおそらく対象かとは思うんですけども、まあ、若干ね、ちょっと確信を得ない部分ではあるんですが、まあ一つね、根拠がありそうなページを見つけたので、ちょっとそちらを見ていただきたいと思うんですけど それががねこちちららの PR タイムスっっっってていうページからちょっと引っ張ってきたんですが次世代型金融アプリレボリュートの夏のの夏特別キャンンペーーお知らせとということでレボリュートってね、結構僕自身はこのカード持ってはないんですけども、このカードですね。結構ね、僕の視聴者さんの中でも持ってる方多いと思うんですよね。これがね、まあプレスリリースで出しておりまして、8月11日22時12分っていう、まあ結構ね、遅い時間に発表されてたみたいなんですけども、このレボリュートに関しても、まあ、今回のね、ビザタッチのキャンペーンの、まあ、対象であるということで、 ま、公式が発表されてたので、 なので、先ほどお伝えしたビザプリペイドカードのキャッシュであったりとか、6グラム、ま、あそこら辺もおそらくね、対象になるのかなというふうに思います。ま、さかね、レボリュートの公式はこんなふうに発表すると思ってなかったので、ちょっと意外でしたね。で、それと含めてなんですけども、今紹介したのはクレジットカードとプリペイドカードを紹介したんですが、こちらのあの、ペイペイ銀行をご存知ですかね。ま、あ動画でちょくちょくね、紹介したんですけども、ペイペイ銀行もリップルマークがついてて、ビザタッチがね、使えるようになってるんですが、なんとですね、こちらのペイペイ銀行も、今回のビ ビザタッチのキャンペーンに参加することができますなのでね基本的に、まあ、クレジットカード使わないプリペイドカードは使わないビザビザタッチが可能なデビットカードを使っている方であればまあ、サクッとねこういった方法でも参加することができます、まあ、あと僕が持っているカードであれば s m b c デビットカードまあ、あれもね確かリプレマークついてたのであそこら辺も結構対象になるのかなという風うに思いますまあ、ですけども念には念をということで一応ねこのキャンペーンビジョンの中にお問い合わせフォームっていうのがあったのでまあ、こちらのメールアドレスあったんですけども、ご自身の カードが対象かどうかまあ、営業時間とか決まってはいるんですけども対象かどうかとか細かいところは気になる方はこのデスクにですね問い合わせてみるのが一番ベストだと思いますんでまあ、そういった方法もぜひ試されてみてくださいで今回のビザタッチ決済のキャンペーンと合わせて使いたいキャンペーンまあ、組み合わせて使いたいキャンペーンということで3つサクッと紹介させていただきたいと思います1つ,1つ目はこちらライオンのキャンペーンなんですけどもきれいきれい購入金額の最大50%がペイペイボーナスで戻ってくる合計1億円相当 ということでこのキャンペーンの内容としたらですね購入レシートを送るだけ PayPay 支払いじゃなくても OK というこれでかいですよねなので決済自体は何でも OK ということでこのキレイキレイのハンドソープ1品とその他のキレイキレイ製品を購入して応募したら1回あたり最大で500円相当そして期間中最大で1000円相当がんんともらうことができますキャンペーン自体はね9月30日まで開催されておりましてまあ、先ほどの対象店舗まあ大体ドラッグストアとかも一部あったと思うんですけどもまあ、そういったところでこのキレイキレイのね 対象のハンドソープまあこういったハンドソープであったりとかその他のキレイキレイシリーズということでね今こういったご時世なのでかなりねこういったハンドソープとかすごい需要があると思うんですけどもそういった商品を購入したら PayPay ペペボーナスがもらえるっていうキャンペーンなんですよねで応募方法も至ってシンプルで対象商品を購入してレシートを撮影するとそして応募フォームに入力するだけなのでやり方まあちょっとねこの部分がめんどくさいところではあるかもしれないんですけどもそれでね PayPay ペペボーナスがもらえるならほんと一石二鳥かなというふうに思いますなのでもしねハンドソープ 購入予定ののある方はこれととと合合わわせせててててね先ほどのビザタッチと組みみ使ってみてもいいと思い思ますで、次はこちらも LINEO のキャンペーンなんですけども、PayPay ボーナス全員もらえるということで、こちらの内容は各シリーズの対象商品を買って応募しようというキャンペーンで、税込500円以上のお買い上げで100円相当、そして1000円以上のお買い上げで300円相当の PayPay ボーナスをもらうことができます。対象商品は今出てるようなルックプラスシリーズっていう、まあこういった商品であったりとか、まあ台所用洗剤のこういったところであったりとか、 あと、食器用洗剤。こういったものがね、対象であると。で、応募の内容としたら、先ほどと同様に対象商品購入して、レシートを撮影して、 応募フォームに入力するだけなのでまあもしねこういった商品を購入予定の方はまあそれと合わせてみてもいいかなと思いますあでちなみになんですけども今回はその対象店舗とか見る限りは出てなかったっぽかったので先ほどお伝えしたこういったお店で今お伝えしたライオンの商品を購入すればまあ効率よくねお買い物できるんじゃないかなという風に思いますで最後もう一つこちらですねエポスカード持ってる方であればこのキャンペーンに参加してみてもいいかなと思うんですけどもビザのタッチ決済キャンペーンということでこのエポスカード新カードデビュー記念 ということでビザのタッチ決済を使うとこちらは抽選にはなるんですけども5000名様になんと5000エポスポイントがもらえるっていうキャンペーンでございますまあ、当たるっていうキャンペーンですねで期間は8月31日まででエントリーは不要で参加することができますで内容としたら期間中合計金額が税込み500円以上の会計時にエポスカードでビザタッチ決済をご利用いただいた方の中から抽選で5000名様に5000エポスポイントプレゼント2回の利用で当選確率2倍そして最大20回で当選確率20倍ということでございますまあ、先ほどねビザタッチ のキャンペーンが1000円以上というのが条件なので500円を何回も何回もするのはねちょっと対象にはならないので気をつけてほしいんですけどもまあエポスを狙いたい方はね 500円かける20。これをね、狙ってもいいと思うんですけども。まあ、組み合わせてね、参加されたい方は、このエポスカードで、1000円以上の会計を行ってみてもいいかなと思います。まあ、残念ながらね、僕が持ってるエポスカードは JQ エポスゴールドなので、まあ、このキャンペーンに残念ながら参加することはできないんですけども、このね、懸命持ってる方はね、ぜひ、このタイミングで参加してみてください。それではね、本日お伝えしたビザタッチのキャンペーンだけまとめさせていただきますと、特典の内容としたら、ビザのタッチ決済を行うと、5万名様に5000円が抽選で当たるキャンペーンでございます。 キャンペーンの期間は既に始まっておりまして8月31日までで開催中でございまして条件としたらですねビザのタッチ決済を行うもちろんなんですけども1000円以上で一口ということでございますのでここはね一つ気をつけてくださいですけどもエントリー不要なのでサクッとね参加できるかと思います対象となるカードなんですけども国内発行のビザカードということで先ほどもちらっとお伝えしたようにプリペイドカードとか 普通のね、銀行のデビットカードとか、ああいったものもおそらく対象だと思いますので、持ってる方はですね、ぜひ参加してみてください。対象外になるものとして、ビジネスデビットカードでの決済であったりとか、ID 決済、クイックペイでの決済、こういったものは対象外と。で、当選者の発表は、2021年の10月以降ということでございますんで、まあ、これね、カード会社によるかと思いますが、まあ、明細にね、それが反映されてるか、自分が当たってるかどうか、この時期ぐらいにね、ぜひ確認をしてみてください。まあ、そんなこんなで今回は、サマーキャンペーンビザのダッチ決済を行うと、5000が当たるキャンペーンについて簡単で ありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、今回のこのキャンペーン自体はねまあ、抽選ということでございますので、まあ、無理に参加する必要はもちろんないんですけども、何かしらお買い物のついでとか、よくねタッチ決済を使われている方はね。ちょっとこれを意識した上で、お買い物したら当たったらラッキーかな？みたいな感覚で参加するぐらいがちょうどいいのかなという風に思っております。で、今回お伝えさせていただいたまあ、それぞれのキャンペーンリンクや動画の冒頭でお伝えした tiktok のダウンロードリンク、そして招待コードも概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方は是チェックしてみてくださいと。 ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。